女性の脈ありサインがわからない。あの子は俺に気があるのか、それともただの社交辞令。そんなあなたへお待たせしました。恋活婚活のプロ川瀬です。さあ今日はですね、女子の本音、女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうことを15選お届けしたいと思います。あなたは気になる年下女性がいるけど自分のことどう思ってんだろう。年下の女性とデートはしてるけど、そもそも30代40代の自分は恋愛対象に入ってるのかとか不安になることはありませんか。そんなあなたに真っ先に理解してもらいたいことがあります。それはズバリ、女性もアプローチに悩んでいるってことなんです。本当は好きなのに前向きにガツガツアプローチできずに悩んでる女性や、振り向かせたくてもストレートに思いを伝えられずにいる女性たちも多いんです。そこで今日は年下女性があなたにこっそり伝える好意がありますよフレーズを15選ご紹介します。てかお前にわかるんかいと、そう思ったあなたへ。さすがに鋭いですね。なので今回は女性の意見を大量に集めてきました。僕がね、運営している未婚男性のコミュニティには美人な女性講師が15名ほどいますし、僕のインスタグラムは今6万人のフォロワーさんがいて、その 51% は女性なんですね。そんな女性陣たちにヒアリングした声もまとめつつ、さらに僕にも一回りね下の美人な妻がいるので彼女にも聞いてみました。そんなリアルな女性の声を厳選して15選にまとめたので、かなりリアリティがあり他では聞けない超有料級の内容になりました。ぜひ最後まで一緒に学んでいきましょう。このチャンネルでは30代40代の未婚男性に向けて恋愛テクニックや婚活のコツについて恋愛初心者の方でも分かりやすく解説しています。興味のある方は今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。ということで早速本題なんですが、やはり僕ら30代40代の年上男性に対して年下の女性からあなたのことが気になってますと伝えるのはかなりハードルが高いようです。そんな女性たちは僕らが気がつかないところで好きのほのめかしをしてくれてたり、振り向かせるためのアプローチをやんわりしてるんですよね。そんな女性たちのサインやフレーズに気づかないままでいると、せっかくのチャンスを逃がすことになります。それはマジでもったいないですよね。後悔してもしきれない。なので今日お伝えする15選は画面にスクショしたりスマホにちゃんとメモるなどして必ず保管しておいてください。そして女性の脈ありを判断するバロメーターとして今日ご紹介する15選のうち3選以上のフレーズを言われたことがあるなら相手の女性があなたを好意的に思っている状態です。ただまだ好きという恋愛感情が加速しているまでは言ってないですね。なのであなたからも行き過ぎない程度にアプローチをかけていった方がいいという目安になります。そして7個以上当てはまってたら年下女性がすでにあなたに恋愛意識を持っていて、あなたに遠回しにアプローチしてきている状態ですので、自信を持ってあなたからも積極的にアプローチしていきましょう。またさらに10個以上当てはまっている状態ならもうリーチです。パチスロで言ったら設定6の超高確率モード突入した感じです。もうね、いち早く告白デートに誘ってゴールを決めちゃいましょう。それではお待たせしました。これから恋活婚活のプロ目線の解説付きで厳選した15選を順番にご紹介していきます。あなたが今職場で気になっている女性、最近デートをしている年下女性、これから出会うであろう女性を想像しながらぜひ最後まで学んでいきましょう。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと、1つ目、私もそこ行きたいです。美味しいお店のね話をした時などに相手の女性が私もそこ行ってみたいなとアピールしてくるのは誘ってほしいという脈ありサインでもあります。あなたがねちょっといいなと思ってる女性が行ってきたら自分からデートに誘ってみるのもおすすめです。私もそこ行きたいという相手に合わせるその素振りは相手のことをもっと知りたいという心理の表れです。例えばあなたの地元の観光地、あなたの行きつけのお店、あなたの車でドライブデートなど、あなたの本質に興味があるなら、あなたの好きなことや好きな場所、居心地のいい場所をもっと知りたい、あなたが見てきたもの、体験したものを共有したいという気持ちになるのです。これと同様に今度連れてってくださいというワードも脈ありの人にしか言いません。私もそこ行きたい、今度連れてってくださいと言われたら好きのほのめかしに近いでしょう。いやいやそういうのただの社交辞令じゃないですかと思われるかもしれないですけど、それはありえません。なぜかというと仮にねお世辞でも行きたいと言った時に、じゃあ早速さ来週行こうよって誘われたら行かざるを得ないですよね。なのでそもそもそういうリスクがある面倒なことは言いません。逆にねガチで本当に社交辞令で行ってきた場合だったら、例えばねあなたが誘ったとしてもいいですね、時間があったら行ってみたいな程度で逃げ道をしっかりと残す言い回しになってたり、別の話に上手に切り替えられるはずです。デート中にあなたの趣味の話をしていたところ、相手から積極的に次回のデートの提案をしてきたり、話題のデートスポットに行ってみたいとか、相手からあなたと一緒にという雰囲気が出てたら脈ありと言ってもいいでしょう。では次行きましょう。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと、2つ目、何歳まで恋愛対象になりますか。
年上女性とデートしていて、何歳まで恋愛対象になりますかって聞かれたらかなりの脈ありです。このフレーズ女性の意見でも多かったんです。また言い回しを変えて、年下ってどう思いますかという言葉を使うという声もありました。女性とあなたの年齢差がある場合、その年齢差があっても大丈夫ですかという確認の意味になるので、好きバレの証拠にもなりますし、これこそ好きのほのめかしになります。女性だって相手にとっての年齢差は気になります。自分は恋愛対象になる年齢なのか、子供扱いされてないか気になるわけです。あなたがそう聞いてくれた女性のことを少しでも気になる存在であれば、こんな感じで返してあげましょう。〇〇ちゃんは今24歳だっけ？もう十分大人だもんね。しっかりしてる女性も多いから、僕は20歳以上なら全然素敵だと思うよ、といった感じでやや遠回しで伝えてあげたり、もちろん〇〇ちゃんも恋愛対象としてデートしてるよなど、ストレート気味に伝えてあげるのも年上男性らしい男らしさがあります。逆に相手の行為に気づいてない男性は、何歳まで恋愛対象ですかという質問に対して、5歳前後かななんてバカ正直に答えてしまうこともあります。何事もそうですが、女性から何か聞かれた時、その言葉の裏の感情はと常に考えることはとっても重要です。女性が言う察してとはまさにこのことですからね。さあでは次行きましょうか。女性が本当に好きな年上男性に言ってしまうこと、3つ目、もうちょっと一緒にいたいな。こちらは僕のインスタフォロワーの女性たちから多かった意見です。女性とデートしてて、そろそろ帰ろうかな、解散かなって思っていた時、女性の方から、明日は仕事早いんですか？話足りないです。というような言葉や、遊んだ後、別れた後に、もっと話したかったと言われたことはありますか？もしあるのなら、まさにアプローチを受けている状態になります。ズバリ、あなたとまだ一緒にいたいという感情の表れだからです。また女性も肉食系、シャイ系と分かれてますから、なかなか自分の感情を素直に言えない女性は、シンプルにもっと一緒にいたいという言葉は使いたくても緊張して躊躇します。なのでそんな女性陣がもっとあなたと一緒にいたいと思う場合に、どんなサインや言葉を出すのか、ここで女性があなたと離れたくない時に出す脈ありサインを3つご紹介します。1つ目、時間に余裕があるとアピールしてくる。女性の方から時間に余裕があるとアピールされたら離れたくないサインです。例えば、明日休みだけど何も予定ないんだよね、まだ眠くないな、帰っても暇なんだよね、などとデートの後も時間に余裕があるような発言をしていたら、離れたくないサインである可能性が高いです。そしてあなたと離れたくない時に出すサイン2つ目は甘えてくることです。女性があなたに何かしら甘えてくるなら、離れたくないサインです。特に解散するタイミングで甘えてくる場合は、先ほどお伝えしたまだ帰りたくない、もっと長く一緒にいてほしいとアピールしているのです。デート中は少し距離があったのに、急に距離が近くなったり、ボディタッチが増えてきたなと感じたら、サインを出している可能性は高いです。勇気を出して甘えてきてくれてる女性心理を察して、もう少し長くなっても大丈夫？と聞いてあげるのもいいでしょう。そして脈ありサイン3つ目、歩く速度が遅くなるということです。今までは同じペースで歩いていたのに、急に帰り道の歩く速度が遅くなったら、少しでも一緒にいられるように時間を稼いでる女性心理でしょう。この場合もその女性心理を察して、なんかまだ飲み足りないかな、もう一軒行くかと誘ってみるのがおすすめです。さあでは次行きましょうか。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと、4つ目、絶対モテますよね。女性からモテそうと言われるときは、あなたに異性としての魅力を感じていますという意味です。例えば恋活系のマッチングアプリで出会って 2,3 回デートをしているときにこれを言われたら、あなたとの未来をかなり真剣に考えている可能性が高いです。その時の女性心理は、あなたと付き合えたらいいなと思ってるけど、私に対してどこまで本気かわからない、他の女性ともデートしてたり同じようなことを言ってたりしたら嫌だから安心させてほしいという感情です。なのでそんな女性からね、モテそうと言われたときは、そんなことないよ、ただの仕事人間だよ俺は、とか、2人でこんなに会ってるのは〇〇ちゃんだけだよ、などと言って相手の反応を見ましょう。そしてあなたが本当に好きな人であれば、勇気を出して告白するタイミングかもしれません。さあ次です。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと、5つ目、一緒にいると安心します。女性は男性に対し本能的に安心感を求める傾向にあります。なぜなら、安心感のある男性は疲れを癒してくれたり、一緒にいることでリラックスできたりするためです。そして女性が本命に選ぶ男性、結婚相手として選ぶ男性が持っている要素は、ズバリ安心感のある男性だと言われています。これは本気の恋愛だったり長期的恋愛を望んでいる場合において、外見の良さやドキドキする感情は二の次だからです。そのため好きな女性から、一緒にいると安心する、〇〇さんといると落ち着く、〇〇さんって一緒にいて居心地がいいとか言われません、などのフレーズが出てきた場合、脈ありの可能性が高いでしょう。ちなみに女性が言う安心という一言にはたくさんの意味があります。女性が男性のどんな特徴を見て安心できると思うのか、安心できる男性の特徴を6つここでご紹介します。安心できる男性の特徴、1つ目、穏やかで優しい男性です。一緒にいると安心できる男性は、穏やかで優しいという特徴があります。穏やかで優しい男性はすぐに怒ることがなく、感情の起伏が激しくありません。そのため女性にとって居心地がいいんです。
ただし何でも怒らずに許すのは真の優しさではありません。浮気や間違ったことをした場合などはしっかりと指摘してあげるようにしましょう。安心できる男性の特徴2つ目、それはよく笑う男性です。普段からよく笑う男性は一緒にいると安心できる男性の特徴です。女性は男性の笑顔を見ると疲れが癒されリラックスできるからです。また女性の多くは彼氏がいつも笑顔だと嬉しいと思うものです。彼氏が不機嫌な顔をしていると何かあったのかな、何かしちゃったのかなと不安になってしまいます。ただし辛い時や悲しい時に無理して笑う必要はありません。自然な笑顔が大切です。では次、安心できる男性の特徴3つ目、それは性格に裏表がない男性です。性格に裏表がない男性は人によって態度を変えることがないため、女性は本音で会話できる男性だと思って安心します。本心ではどう思ってるんだろうと余計な心配をする必要がなく、信頼関係が築きやすいからですね。では次、安心できる男性の特徴4つ目、それは家庭的な面があるということです。一緒にいると安心できる男性は家庭的な面を持ってます。家庭的な面とは例えば料理ができたり家事ができたり整理整頓が上手な男性が挙げられます。今後長く一緒に暮らすことや結婚することを想像した時に家事ができる男性がいいと思う女性は今年々増え続けてます。僕がね運営している未婚男性向けのコミュニティブライト方面でも男性限定の料理教室をしてますが、料理が作れる男性というだけで女性から興味を持ってもらえたとか、マッチングアプリでのマッチング率が高くなったという結果もあるぐらいです。家庭的という言葉にネガティブな印象を抱くことはなかなかないです。では次、安心できる男性の特徴5つ目、それは尊敬できる部分がある男性です。恋愛のドキドキという感情はずっと一緒にいるうちに薄れてしまうこともありますが、尊敬の感情はなかなかなくならないものです。相手を尊敬する気持ちがあれば恋愛感情が薄れても素敵な関係を築いていけることができます。そして最後、安心できる男性の特徴6つ目、それは礼儀が正しい男性です。礼儀がしっかりしていると自分の家族や友人に紹介しても恥ずかしくないものです。そのため将来を見据えた真剣な交際相手として考えやすい男性なんです。以上6つの特徴をあなたが持っているほど女性に安心されやすいです。その特徴を持ち合わせて女性からの安心感を勝ち取っていきましょう。では次です。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと6つ目、〇〇さんとは自然体でいられるな。理想の恋人関係を自然体でいられる関係と言ったり、好きな男性のタイプを聞くと自然体でいられる男性という女性って意外と多いんです。そもそも女性が言う自然体というのはどういうものなのか。女性は日々男性が想像する以上に多くのシーンで演技を求められたりしています。女性らしさ、上品さ、控えめであるように、そういった古風なイメージの他に周囲の人の期待に合わせて実際よりもガサツに見せたり、女を捨てているキャラを演じてみたり、周りの人との関係性や自分に期待されている役回りを感じ取ってそれに合わせた行動を取る女性は多いんです。そのような中で女性は本当の自分を見失ってしまいがちです。だからこそ演技しなくていい人と一緒にいることに安らぎを覚えるんです。それが自然体でいられる相手なのです。だからこそ自然体でいられる男性が好きという女性はきっと日々無理をして自分を取り繕うのに疲れているんでしょう。逆にあなたが自然体でいられる男性だと認識してもらう上で一番やっちゃいけないことは、君ってこんな人でしょ、女性はみんなこうでしょと、こういうイメージの押し付けトークです。相手が自然体でいられることを許せる男性はイメージ先行で女性と話をしません。なので女性が見た目とは違う行動に出た時や、女性がちょっと無理してるなと感じた時は、〇〇ちゃんもそんな一面あるんだね、可愛いじゃんとか、とりあえず〇〇ちゃんの隣に座ってるだけで俺癒されてるからなどと伝えてあげましょう。年下女性を大きく包み込み承認してあげられる大人の男を目指していきましょう。さあどんどん行きましょう。次です。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと7つ目、私も同じことを思ってました。あなたは親しい友人あるいは恋人と一緒にいるとき、全く同じタイミングで同じ話題を口にしたり、相手の発言に対して今同じこと考えてたと驚いた経験はありますか？このような状況には名前があって、シンクロニー現象と呼ばれているそうです。シンクロニー現象は懇意にしている相手と口調や仕草、考え方が似通っていくもので、その性質上嫌いな人や苦手な人との間には決して発生しないものなんです。そもそも親友や長く交際している恋人と考え方が似通ってきたり、笑うツボまで同じになるということは決して珍しいことではありません。それが逆にまだ付き合ってない女性から私も同じことを思ったって言われるってことは、相手が本当に驚いてるってこともありますし、それと同時に同じことを思ってることを嬉しく思ってくれてるからわざわざ言葉に出してくれてるわけです。女性らしく強く共感を求めてくれてるわけなんです。やっぱ同じタイミングで同じことを考えてるっていうバカでかい共通点は恋愛感情にも移行しやすいんですね。もし相手からそんなこと言われたら、え、マジすごいね、なんか嬉しいとか、俺ら絶対気が合いそうだねなど大きくリアクションしてしっかり共感してあげましょう。さあ次です。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと8つ目、今ちょうど連絡しようと思ってました。
すごいタイミング、ちょうど今連絡しようと思ってたところという連絡が来た場合も、あなたのことをあなたがいないところでも考えてくれてたという証明です。そしてその言葉をわざわざ言ってくれてるわけですから、何かしら好意があるのは間違いないです。なのでこの一言言われたら大いに喜びましょう。スマホを左手で持ちながら右手でガッツポーズしましょう。そしてこのフレーズは恋愛テクニックとして意図的に使うこともできますよね。あなたが今好意を持っている女性が、今日お伝えしているこの15選の中でちょいちょい該当してくれることを言ってくれる女性であれば、あえて自分からも返事する際に、おお、ちょうど連絡しようと思ってたよとさらっと冒頭に付け加えてみてください。相手としたら、え、私のこと考えてくれてたのかなと思いドキッとするでしょうし、実は私もなんだけどと女性はさらに妄想してくれるわけです。そのように実際女性と会ってない時でも LINE やメッセージで女性に好意を持ってもらう方法はたくさんあります。僕のこのチャンネルの過去の動画で LINE で女性をマインドコントロールする最強テクニック7選という動画をアップしてますので、ぜひ見てほしいですし、その時話した資料を見てサクッと学び、いつでも簡単に見返せるように保存しておきたいという方は、その動画で使用したスライド資料をこの動画をこうして見ているあなただけに特別にプレゼントします。そのね、プレゼン資料の受け取り方法はこの動画の概要欄にある僕の公式 LINE より入ってもらって、LINE テクとカタカナ5文字だけ送ってください。その5文字に反応して自動に届くようになってます。僕がずっと使ってきた LINE のテクニックを惜しげもなく全部公開しているので、正直かなりおすすめです。ぜひこの動画を見終わった後にゲットしてくださいね。この特別特典のことはこの動画の最後にもお伝えしますんで、安心してこのまま動画を見続けてくださいね。では次行きましょう。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。9つ目、あなたのおかげで。あなたのおかげという言葉はパワーフレーズです。男性の多くは女性から頼りになる人って思われたいですよね。あなたのおかげでというフレーズは女性からしてみれば、信頼できて頼りがいのある男性という認識になっているということです。デートやコミュニケーションを図る中で、ちょっとした助言をしてあげたり、情報を提供してあげたり、専門分野の知識を教えてあげたり、そうすることで女性の悩みが解決できたり、新しい視点や新しい気づきを得ることにつながります。もちろん偉そうにアドバイスすることはダメですよ。女性からポロッと聞かれた時に優しく助言した場合をイメージしてください。そんなあなたからの助言を思い出して、女性が何かしらの行動に移しているときは、あなたのことを自然に考えてしまうものなんです。あなたがいないときにあなたのことを考える単純接触頻度が高くなるため、あなたへの好意はどんどん増していきます。それが言葉として、あなたのおかげでという尊敬に値するフレーズに変わるんです。〇〇さんのサポートのおかげで仕事が早く終わりましたとか、〇〇さんのおかげで少し前向きになれたような気がしますとか、相手からそんな感謝の気持ちを伝えられたら、そうかそうかそうだろとかね、調子こかずに心の中だけでガッツポーズをしましょう。さあ次行きましょう。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。10個目、気が合いますね。会話していくうちに趣味や考え方の共通点が多いことが分かってくると、付き合ったら楽しそうだなと思ってきますよね。あなたがそう感じている時に、女性の方からも気が合いますねと言われるとかなり脈ありです。この気が合うよねっていう言葉は、フィーリングや相性という価値観の共通点を見つけた時に出る言葉です。気が合うイコール価値観が一緒となるため、会話をしていて女性から気が合うねというニュアンスの言葉が多くなればなるほど、あなたへの好意がダダ漏れしています。僕ら男性も女性に気が合うねとか言われると、大きなハードルをクリアしたような感じになりますよね。なので女性から気が合うねと言われたら、あなたからも共通点が見つかるたびに気が合うねと伝えてあげるのはとても有効です。そしてさらに言葉だけじゃなくて、マジで超気が合うじゃんって言いながらハイタッチしたり、グータッチしたり、体で表現できたりすると、お互いの関係値は一段と早く深まっていきます。さあ次です。残り5つ、女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。11個目、かっこいい。この意見も女性から多くもらいました。僕ら男って女性からかっこいいと言われると嬉しいですよね。女性がかっこいいと言葉をかける時の感情は、もちろん本心から出る時もありますし、もっと知りたい、あなたの気を引きたいという感情の時にも出てくるフレーズです。実際ね、僕のもう一つのチャンネル、男磨き研究所で美女との対談ライブをたまにやったりするんですけど、そこに登場してくれたこちらの24歳の舞ちゃんも、いいなと思った年上男性にはかっこいいという言葉を自然によく使うようです。彼女曰く、素敵っていう言葉は意外とね、誰にでも使うみたいですけど、かっこいい、尊敬してますという言葉は好きな人に使うことが多いとのこと。そして女性は何も容姿がかっこいいからその言葉を使うだけじゃなくて、話の内容だったり、その人の行動や考え方からあなたをかっこいいと思います。また自分が知っている一面と違うところが見えた時に意外性を感じて、かっこいいということがあるようです。
例えば女性の意見であったのは、いつもおちゃらけキャラの上司が仕事で真剣な交渉や打ち合わせをしているのを見て、さっきの〇〇さんめちゃかっこよかったですと思わず言ってしまったようです。新たな一面や意外性を見せたり、ギャップがあったりと、あなたと一緒にいて心が踊ったからこそ、感情が動いたからこそのセリフです。なのでそう言われたらチャンスと捉えて、自分をもっと知ってもらえる話など上手に入れ込んで、さらに興味を持ってもらいましょう。では次です。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。12個目、たまに辛くなったりしないですか。このフレーズはうちの女性講師がよく使うようです。これはどういう意味かというと、年下女性から見る年上男性はいつも誰かから頼られることの方が多かったり、責任を背負って頑張っているという印象を持ちやすいです。僕ら30代40代という年齢にもなると、会社でリーダー職や管理職についている人も少なくないでしょう。また経営者ともなると、日々孤独の中、この人誰よりも頑張ってるなとかけながら、その人のことを尊敬しつつ心配している女性も多いんです。特に自分が好意を持つ年上男性に対してそのような感情が生まれ始めると、女性にしか持ち合わせていない母性が不分断に発揮され始めます。そして自分が癒しの場になりたい、癒せる存在になりたいと思い始めます。そんな時に、いつも頑張ってるけどたまに辛くなったりしないのとか、さすがの〇〇さんでも寂しい時とかないんですかとかいうフレーズが自然と出てきます。その裏には、いいんだよ私に甘えてという感情が隠されてるわけです。そして女性はそんなあなたがちょっと疲れて見えたり落ち込んでる時に、そんな言葉をかけてくれます。あなたがもしリーダー的なポジションにいて、普段弱音を一切吐くタイプでなければ、時にポロッと女性の前で、いやー今日はちょっとさすがに疲れたなとか、ちっちゃい弱音を吐くなどして、女性の母性を上手に刺激してみましょう。さあでは次、残り3つです。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。13個目、どんな人と付き合ってたんですか。好意のある異性が過去にどんな恋愛をしてきたのか、どんな相手と付き合ってきたのかは当然気になりますよね。そしてあなたのことをもっと知りたいから、あなたの好きなタイプの女性になれるかを知りたいから、この質問をしているんです。なのでこんなフレーズが出てくると脈ありです。元カノにどんなことされて嬉しかった、元カノにされて嫌だったことってどんなこと、恋人に一番求めることって何などです。こちらはモデルやってる女性の意見にも入ってました。オトケンチャンネルで対談したこの子ですね。もしあなた自身も好意がある女性からこのような質問をされた場合、絶対にやってはいけないことをお伝えしておきます。それは元カノを侮辱したり、元カノを悪く言う行為です。たとえね、元カノにされて嫌だったことを聞かれたとしても、馬鹿正直にね、元カノがめちゃくちゃメンヘラだって最悪だったとか言った人間否定、人格否定をするのではなく、そうだな、特にはなかったけど、お互い休みが合わなかったから会いたくても会えなかった感じとか、元カノをあえて全く否定しない表現で返してあげると、とっても大人でジェントルマンな印象がつきますよね。例えば僕が昔女性から元カノの話とか聞かれてた時は、よくこんなこと言ってましたよ。いや本当に素敵な女性ばかりで、今でもさ、あの時仕事ばっかりしててごめんなさいと、一人一人にもう謝りたいもんね。見たく一切相手のせいにせず、自分に矢印を向ける姿勢はとっても大事だなって思います。そういう発言がきっと相手に安心感を与え、より自分に興味を持ってくれますからね。さあ次行きましょう。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。14個目、ちょっと相談に乗ってほしいです。女性から相談したいことがあるんですとか、ちょっと聞いてほしいんですとか、〇〇さんだったらどう思うか気になってなどのフレーズを使ってくる女性は、あなたを頼りたい、年上のあなたに甘えたい、弱音を吐きたいという感情の表れですし、自分のことを話したいという感情は、自分のことをもっとしてほしい、理解してほしいという感情の表れです。これはうちの妻も同じこと言ってましたし、ヒアリングした女性の意見でも、年上の男性だからこそ甘えたくなる、少しぐらい甘えても受け入れてくれるだろうという思いを持つ女性は多かったです。一つ前の13戦目で、相手からどんな人と付き合っていたかを聞いてくるっていうのがありましたが、これをもう一歩ね、踏み込んで話すと、私の恋愛の話も聞いてほしいという感情があるんです。好きな人には自分の過去の恋愛の話をしたくなるんだと、うちのね、美人講師も言ってました。ここであなたに女性との会話が続くシンプルな法則を一つだけお伝えするとしたら、相手からの質問に対して答えた後、全く同じ質問を返すってことです。例えば休みの日何されてますかって聞かれたら、答えた後に、〇〇ちゃんは休みの日何してるのって返すだけです。いやいやいや、こんな簡単なことって一瞬でも思ったあなた、これがね、意外にできてない男性めちゃくちゃ多いんです。質問をされたら自分の話だけして満足しちゃって、その後次何話そうかとか、沈黙が訪れちゃったり、テンパっちゃったりしちゃってます。なのでそんな風に難しく考えずに、聞かれた質問を同じく返す、ただこれだけをやってみてください。そしたら必ずと言っていいほど、相手は前のめりで自分の話をしてくれますよ。さあということで、とうとう最後になりました。よくここまでついてきてくれました。女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと。15戦目、〇〇さんみたいな彼氏だったらいいな。
このフレーズもうちの女性講師からの意見にも入ってました。女性は気になってる男性には間違いなく恋人対象として見てくれてます。なので〇〇さんみたいな彼氏だったらいいなとか、〇〇さんの彼女になる人羨ましいなとか言ったように、彼氏彼女というフレーズがよく出てくるっていうのも特徴です。ちなみに今言ったフレーズはかなり大胆なアプローチですので、恋愛に積極的な女性じゃないと使ってこないフレーズでもありますよね。なのでなかなかストレートに言う勇気が出せない女性は、かっこいい、頼りになる、優しいなどの褒め言葉の後にポロッと〇〇さんの彼女になる人羨ましいなと追加で伝えてくれたりします。またね、あなたが女性から聞かれて元カノの話とかしてた時に、例えば前の彼女忙しかったからさ、よくパスタとか作ってあげてたななんて話をした時に、いいな、元カノさんが羨ましい、そんな彼最高すぎるという発言も脈ありです。元カノが羨ましいということは、同じことをしてくれれば私は喜ぶよという女性からの意思表示にもなりますからね。そのタイミングで例えばパスタくらい全然作るよとか、彼女には丸々仕上げたいんだよねみたいな発言をした時に、そんなこと言うと丸々さんのこと好きになっちゃいますよとぶっこんでくる女性もいます。この言葉が出てきたらボーナス確定だと思って帰って布団に潜って喜びの雄たけびを上げてください。ということで今回は女子の本音、女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと15選お伝えしてきました。最後に一緒にまとめていきましょう。今日お伝えした15選は、1つ目、私もそこ行きたいです。2つ目、何歳まで恋愛対象になりますか。3つ目、もうちょっと一緒にいたいな。4つ目、絶対モテますよね。5つ目、一緒にいると安心します。6つ目、〇〇さんとは自然体でいられる。7つ目、私も同じことを思ってました。8つ目、今ちょうど連絡しようと思ってました。9個目、あなたのおかげで。10個目、気が合いますね。11個目、かっこいい。12個目、〇〇さんと一緒にいると楽しい。13個目、どんな人と付き合ってたの。14個目、ちょっと相談に乗ってほしいです。そして最後15個目、〇〇さんみたいな彼氏だったらいいな。以上15選でした。どうですか、今あなたが気になっている女性を思い出した時に言われた記憶があるフレーズはいくつぐらいありました。ぜひコメント欄でこっそり教えてください。たった1個だけでもあれば十分チャンスはあります。逆にね、いやこんなの一つも言われたことねえよ、俺の恋愛終了のお知らせと思った方もいると思います。そんな弱音感情ダダ漏れのあなたに最後にお伝えしたい重要な話があります。やっぱ僕ら30代40代にもなると、もう30代だからとか、こんな40代のおじさんだから年下なんてってどっかで思いやすくなりますよね。テレビや YouTube では20代のイケてる男たちが今の時代を作っているように見えて、もう俺らは若い人にとって害でしかないんじゃないか、そんな風に思えてきたりもします。でもね、いろんな失敗を経験してきた僕らだからこそ大人の魅力が出せるんです。そして僕はね、よくねコミュニティのメンバーには言うんですけど、女性は男性より精神年齢が10個以上上だってことなんです。20代の女性やあなたよりだいぶ年下の女性たちは、同年代の男性たちに魅力を感じづらかったりするのも事実なんです。僕も昔ありましたよ。大学の頃ね、アルバイト先のね一つ下の美人の女性を狙ってて、なんとかさバイトの後に夜遅くからその子と二人きりでご飯に行くことができて、かなり最高でドキドキな気分の中、たった1時間ぐらいしか経ってないのに、ごめんなさい私この後予定があって、深夜1時から誰と予定があるんだよって思ってたら、なんとそのアルバイト先のね飲食店のマネージャーがね車で颯爽と現れて、その人の車に嬉しそうに乗り込む女性の背中を見ました。あれは辛かったな、へこんだ、悔しかった。しかも僕ね、当時宇都宮大学っていう栃木のね国立大学にいたんですけども、当時のそのマネージャーは東京から数日だけ視察としてね宇都宮店舗に来たばっかりの男性で、そんなね短期間しかいない、何日かしかね触れ合ってない男性に持ってかれるわけですよ。東京から来た仕事ができる社会人男性と、金も経験もないアルバイトの僕、完璧なる敗北を感じました。でも今僕らは30代40代です。そんな大人の男性が好きな年下女性は多くいます。あなたがねもう俺なんてって思った時点で、あなたの可能性はゼロになります。あなたが自分の年齢をマイナスに捉えると、自分のセルフイメージは下がる一方です。だってまたすぐ年取りますよ。1年なんて一瞬で過ぎますよね。その度にどん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 セルフイメージを落としていくんですか。もう30だ35だ40だ45だとどんどん自分に自信をなくしていくんですか。そんな情けないことやめましょうよ。俺らは堂々と言いましょうよ。大人の魅力ってやつをこれからどんどんつけていけばいいだけじゃないですか。そしてもう一つ、今日の動画を通して伝えたいことがあります。それは女性の脈あり脈出しなんて気にすんなってことなんです。セルフイメージが低かったり自分に自信がない30代40代の男性の特徴として、相手が自分に興味を持ってくれるなら俺も生きやすいみたいなふざけ倒したことを言ってるんですよ。違うだろと。それは女性だけが思っていい感情なんです。積極的に誘ってくれたから一回はデートに行ってみよう、私に興味を持ってくれてるってのが伝わったから次のデートにも行ってみよう、私を大事にしてくれそうだから私も安心してこの人を愛そう、この順番なんですよ。いいですか。今日の15選、確かに言われてみたいフレーズです。こんなんね、女性に会うたびに言われたらもうたまらんですよ。でもね、なんだってまずは男の俺らからジャブを打つんです。ボールを投げるんです。
あなたに興味があるよってことを俺らから示すんです。そう、脈があるかないかではない、脈は俺らが作るんだよってこと。その思考があれば絶対モテるから、興味はブーメラン、投げたら返ってくるんだよ。実際僕はね、今日の15選とかこれまでの恋活婚活中に意識したことなんて一度もなかった。今29歳の美人な妻がいるけど、出会った時は僕が39歳で相手が27歳、その時から付き合う前から相手はどう思ってるかなとか、脈があるのかなとか、そんなこと一度も考えてなかった。ただ自分自身が相手をどう思ってるのか、その女性が魅力的なのであれば、相手に対する気持ちをタイミングと加減を調整しながら言葉や行動で伝えていく、たったそれだけのことなんです。まずは脈は作るものだっていうこのマインドを今日からあなたの脳と心に染み込ませてください。あなたが忘れやすいなら脈はてめえで作れって、ここら辺にタトゥーで彫っといてください。いやいや川さん、言いたいことはわかりますが、そんな風にね、自分に自信が持てないよ。そんなあなたに、僕にあってあなたにないものが明確にはっきりしてるんです。それは何かっていうと、経験値、武器や防具、仲間やメンター、そして正しい恋愛ロジックです。この4つのカテゴリーを僕はコミュニティのメンバーに伝授してます。その要素を何とか工夫して60分の講義動画にまとめたものが、今日ご紹介した30代40代でも20代の女性と付き合える人生逆転3ステップという超有料級の特典動画なんです。今日お伝えしたね、女性が本当に好きな年上男性だけに言ってしまうこと15選、この中で1回も言われたことがないって方や、これまで一度もね彼女ができたことがないという方など、当時そんな恋愛初心者だったメンバーたちも、これまで112組の方が結婚していきました。彼らが得た知識は今お伝えしたその特典動画に惜しげもなく詰まってます。そして実際彼らの生の体験談を聞きたいっていう方は、僕のもう一つのチャンネル、ひもて彼女ゲッターズを見て、彼らの逆転婚活ストーリーをぜひご覧ください。きっとあなたも希望を持ってもらえるはずです。僕ら30代40代に必要なのは希望の2文字です。希望のない人生なんて生きる価値なんてない。僕は一人でも多くの未婚男性に、いや僕の動画をこうして見てくれてるあなただけにでも希望を与えたいと思って、今日もこの動画を回してます。最近もね、このチャンネル経由で僕との個別相談を受ける方が後を絶たず、みんなその時にたくさん褒めてくれます。よくも毎回あんなにも話せますねとか、見てていつも大変そうだなって思ってますよとか、そうね言ってもらえるだけでもとっても嬉しいんです。ただね、僕はね、情報発信をするだけの YouTuber じゃないんです。YouTube をきっかけに一人でも多くの悩める未婚男性と直接触れ合い、一人一人の人生を僕のコミュニティを通して変えていく、一人一人に希望を与えて自分自身に確固たる自信を持ってもらいたい、そういう思いで自分の授業に毎日打ち込んでます。毎回ね、僕の動画を定期的に見てくれてる方、今回初めて僕の動画を見てくれた方、この人ちょっとはいいこと言うな、いい動画作ってるなって少しでも思ってくれてるとしたら、じゃあ僕と直接話すことでどれほどの効果が期待できそうか、賢いあなたならわかるでしょ。最近個別相談をされた方からも、いつも動画で見てたんですけども、やっぱ直接話すと全く得られるレベルが違いますねと大変喜んでくれました。もっといっぱい話したかったですって LINE でも返事もらいました。まだね、僕との個別相談を一度も受けてない方は、僕が無料で提供しているうちに1回だけでも受けてみてください。あとそうそう、それと今日の動画でね、途中でお伝えしたキーワード覚えてますか？ LINE で女性をマインドコントロールする最強テクニック7選、このスライドをプレゼントするって話でしたよね。キーワード覚えてます？そう、LINE テクのカタカナ5文字、それをこの動画の概要欄にある僕の公式 LINE からこの5文字だけ送ってみてください。すぐ届きます。またね、今日も何回も言った通り、うちには美人講師がたくさんいます。 LINE に登録してくれた方だけに美人講師との接点もね提供してますんで、まずは僕の LINE 友達になって何かしらの情報を待ってみてください。さあ、ということで今日は以上にしますが、次回の動画では、女性の本性を見抜け、見た目に騙されると人生が狂う酒満女性20選という、またまたエッジの効いた話をしようと思います。まだチャンネル登録をされてない方は、ぜひベルボタンまで押してもらって、毎週土曜日20時の僕の動画をお待ちください。過去の動画でもね、ガンガン有料級の話をしてるので、全部見てもらったら、あなたは相当恋活婚活のプロに近づきます。今後も含めて一緒に男を磨いていきましょうね。ということで最後いきましょう。人生は一度きり、最後まで諦めない。僕らの勝負はこれからだ。